お待たせしました。16時47分に発車いたします。山陽線宇部小野田阿佐新下関方面下関行きまもなく発車いたします。下丸沢にお気をつけください。お待たせしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。山陽線宇部小野田阿佐新下関方面下関行きです。これより香川本由良古都宇部の順に止まります。宇部には17時11分に着きます。阿佐17時21分、新下関17時52分。終点下関18時2分の到着です。4両で運転いたします。お手洗いは一番前の車両にございます。お客様に携帯電話のご使用についてお願いいたします。優先座席とその付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。また車内で迷惑行為を受けたり急病のお客様がいらっしゃいましたら乗務員にお知らせいただくか緊急を要する場合は車内の SOS ボタンを押してください。車掌の席です。終点下関までご案内いたします。次は香川香川です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。
次はホニラ、ホニラです。本イラ、本イラです。お出口は右側です。ドアから手を離してます。次は琴です。乗車券をお持ちでないお客様、乗り越しをされますお客様、その他、ご用ございましたらお知らせください。
区高等、高等です。無駄口右側です。ドアから手を離してお待ちください。高等に着きます。次は宇部です。乗り換えのご案内いたします。宇部線、宇部新川、安実方面、新山口行き、17時14分、0番乗り場です。宇部線、新山口行き、17時14分、0番乗り場です。次は宇部です。
上です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。上線ご利用のお客様は乗り換えです。上に着きます。次は小野田です。乗り換えのご案内いたします。小野田線、目で南中川方面、上新川行き、17時42分、3番乗り場です。次は小野田です。まもなく小野田です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。小野田線ご利用のお客様、お乗り換えです。小野田に着きます。
次は朝です。乗り換えのご案内いたします。新幹線広島方面小玉754号、向山行き17時40分、新幹線11番乗り場小倉方面小玉747号博多行き18時12分、新幹線12番乗り場峰長門山方面長門市行き18時13分、ホームからまして1番乗り場です。次の朝では17時28分の発車までおよそ6分止まります。朝です。お出口は左側です。開くドアに手を触れますと手がドアに引く、これが恐れがあります。ドアから手を離してお待ちください。新幹線峰線ご利用のお客様、この乗り換えです。次の朝では17時28分の発車までしばらくお待ちください。車内の暖房の温度を保つためにドアを半自動扱いにいたします。お降りの際には恐れ入りますが、どうお手でおくださいますようご協力をお願いいたします。まもなく朝に着きます。
たせしました。17時28分に発車いたします。新下関畑尾方面下関行き、まもなく発車いたします。下田にお気を付けください。お待たせしました。次はハブです。乗車券をお持ちでないお客様、乗り越しをされますお客様、その他ご用ございましたらお知らせください。
まもなくハブです。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ハブに着きます。次は小月です。
まもなく小月です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。小月に着きます。次は調布、調布です。
区調布、調布です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。調布に着きます。次は新下関、新下関です。この列車は新下関、旗部、終点、下関の順に停まります。次は新下関です。乗り換えのご案内いたします。新幹線広島方面、小玉756号新大阪行き、17時59分、新幹線3番乗り場。桜564号新大阪行き、18時13分、新幹線3番乗り場。小倉方面、小玉747号博多行き、18時28分、新幹線2番乗り場です。次は新下関です。
き新下関、新下関です。お出口は左側です。開くドアに手を触れますと手がドアに引っ込まれる恐れがありますので、ドアから手を離してお待ちください。新幹線ご利用のお客様はこの理解です。新下関に着きます。次は旗部です。乗り換えのご案内いたします。山陰線安岡、吉見、川田の温泉方面、小串行き、18時6分。ホームかりまして、3番乗り場です。山陰線小串行き、18時6分、3番乗り場です。次は旗部です。旗部です。お出口右側です。ドアから手を離してお待ちください。山陰線ご利用のお客様はお乗り換えです。旗部に着きます。
次は終点下関、終点下関です。お出口は左側で4番乗り場に着きます。乗り換えのご案内いたします。九州方面は小倉行き18時5分、ホーム変わりまして8番乗り場です。九州方面は小倉行き18時5分、8番乗り場です。次は終点下関です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点下関です。お出口は左側で4番乗り場に着きます。乗り換えのご案内いたします。九州方面は小倉行き18時5分ホーム変わりまして8番乗り場です。これから先下関駅に到着の際に列車が左右に入れる時がございます。お気をつけください。一角ドアに手を触れますと手がドアに引き込まれる恐れがありますので、ドアから手を離してお待ちください。終点下関に着きます。